はいはい、お疲れ様です。一日人武蔵みたいな感じでですね、ミッションをクリアしていったらいいかなと思いますので、この前が、ミッション01だったので、今回はミッション02をねちょっとやってみようかなと思います。よいしょ、まあ、メガトン級で、はいはいはい、アイテムの所持数上限超えますせっていう、要はいっぱいアイテム集めたけどそれを使って他のパーツを作ってないので、最近、パーツ余りますよっていうか、ロードバランサーパラメータアイテム余っちゃいますけど、それでも行きますか、行きます。メガトンストラテジーシステム連動、出撃ゲートオープン。さあ、じゃあこのローグ、まあロボットがローグっていうんですけど、このローグをねもうちょいパワーアップさせたいんだけど、結構キーになるアイテムが足らなくてですね、なかなか超必殺技が増えないという最近の悩みです。じゃあ行きましょう。まあ前回も話しましたけど、基本武蔵で行きたいなと。他の2体は一応サブに回ってもらって、コンピューターに操作してもらってね。メガトンパンチ、必殺技はもうガンガン打つ、勝てえな。お、倒した。 OK、 やっぱね初期のミッションとはいえさすがにメガトンクラスになってますので、なかなか硬い、カタカタです。お、勝てえな。で、こう後ろに回れたらベスト。で、必殺技も当てつつ、ひたすら後ろから叩けると、僕のチューニングだと強いですよね。さあ、相手がひよってる間に、おお、いいね。いい感じに何もさせずに倒せた。生きて帰れた。いや、まだ帰れてないぜ。生きて帰れたと言ってたけど、まだ帰れてないんですよ。させるか。でこのレーザーを撃つやつが、砲台みたいなやつがかなり厄介なので、こいつのレーザーね当たりすぎるとね、たとえ低いランクの敵だったとしても死ぬっていうのが、ね、結構あるんですよ。なので、まあなるべく早めにやっつけておきたい敵ですね。 OK、 最短ルートを確認する。で次のエリアに行って、宝箱開けて、お、敵がおる。ここで違うのを撃ってしまった。本当はここでメガトンパンチを撃てば直線上に敵がいるんで、メガトンパンチはですね直線上の敵を一気に貫通していってくれるんで、結構それで手数が稼げたりするんですけど、まあでもいい感じに敵は倒せてるっぽいですね。一応他の2台もそれなりに強めとか、今あるアイテムの中ではいいものを搭載しているので、サブに回ってくれたとしても結構強い。なのでムチャの戦い方をしても CPU のサブが、ね、いい感じに。2代目のアーサーなんかはチャージショット、銃のチャージショットをもう極限まで短く、チャージのためがね、ための時間が短くなるように設定はしてるんだけど、いい感じのねチャージ武器がないので本領が発揮できていないという、ちょっとかわいそうな状況なので、そのうちいい武器をアーサーのために作ってあげようかなと思ったりはしてます。よいしょ。
さって、メガトンパンチ。あ、やべえ、なんかめっちゃ食らってんだけど、多分レーザーをね、こっちのメガトンパンチも当たったけど、レーザーがマジやばいんですよ。レーザー兵器に対する耐性はそんなに強くしてないので、まあ、強くしとけば多少は大丈夫なんでしょうけど、僕のね調整だとちょっとそんなにしっかり、対策をしてない、当たらないようにするみたいな、すごいざっくりなやり方なんで、たまにねボスが撃つレーザービームが当たって即死とかがあるんで、そこはちょっと今後考えないといかんな。どっから撃ってきてる？いた。お、でも倒してくれたね。あ、なんか何かを取り忘れてる気がする。あんまり離れすぎてるとこういうアイテムが、自動回収されないので、たまには自分から寄っていかなきゃいけないってことも覚えてた方がいいと思います。さて、レーザー兵器をまず壊しつつ、このロボもね倒さんといかん。狙われるとねビーム飛んでくるんだね、こうやって。ただ一回ビーム打ったら、あのその後になんていうんだろう、狙いが変わるってことはないので、うまく避けられれば結構食らわずに済む。ただ他のことに気を取られてるとレーザービーム食らって気づくと死ぬことがあるので、気をつけていただきたい。さて、ここを半分ぐらい持ってかれたね。じゃあ30ヒット30コンボ以上で体力回復するから、ひたすら当てていく。よし、メガトンパンチ、メガトンパンチと別のやつで、さあ30ヒットいった。 OK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 30 ヒット、これで60いけば、60コンボいけばまた体力が回復するので、わけわからん。ちょっと待って、ちょっと待って、お見舞いしてやる。こっちの方が強かった。ボスは倒したね。ボスはサクッと倒したので、うひょ、やっぱねメガトン、その難易度メガトンになってるとなかなか敵も雑魚敵の攻撃で結構体力減る。じゃあ必殺技でマルチターゲットミサイル。あ、倒してた。はい、こんな感じで。さて早く帰ろっと。お疲れ様です。あなたが無事で、まあ、こんな感じでですね、まあ自分のロボローグをねいい感じにパワーアップさせて遊べるんで、何も考えないでも一応遊べるんですけど、まあいろいろとこう細かく自分で考えていくと自分好みの、ローグが完成しますので、ぜひ挑戦していただきたいなと。しかし出てきたものがそんなに良くないので、この辺はもう分解します。分解してリサイクルで新しいアイテムを作るための素材にしましょう。たまにの43とかは一応取っといても、自分のねランクと一緒だから取っといてもいいんだけど、それ以外は分解していくスタイル。結構アイテム出たな。はい、分解。そしてこうやって分解結果としていろんな素材が出てくるので、これで新しいパーツを作ったりできます。まあ、ちょっと1日1ミッションぐらいはやっていきたい感じがしますので、
またよかったら見てみてもらえたら嬉しいです。